おはようございます。はい、昨日はですね、武蔵野北支部っていうところの東宝会っていうところ、商品盆栽会行ってきまして、まあ、台風だったんで、高速道路がもう渋滞で出遅れましてですね、品物が即売会のガラガラになってまして、まあそれでもそこまあいいなというのがあったんでちょっと購入してきたんですけど、これがもみじですね。ちゃんとしたね手作り鉢で入っていて400円。400円。400円。足元面白いですよね。ちょっと上は考えていかなきゃいけないんですけど、この辺のこう自然のねくねくねっとした多分もしかしたら寝伏せで作ったかもしれないですね。変化があって安いですね。安いですよ。8でか400円でも安い。8で400円。そうだから8で買ったって言うと怒られちゃうんだけど、これはもう300円。300円。うつぎですね。それとこれがね、これも変わってるなと思って、黒軸の風地草といって、姫風地って私好きでよく持ってるんですけど、黒軸という風地草ということで、まあこれ積んでいけば少し小さく作れるんじゃないかなと思って、これできてきたら面白いなと。でお会計終わってから待ってる間にもう一個欲しくなっちゃったのがこれが500円ですけどね。イボタですね。500円。高く感じちゃうぐらい。なんかね、この中にあるとね。この中にあると。8円ね。ということで、1500円のお買い物を。いいお買い物。いいお買い物してきました。で、これが終わってからですね、ちょっとドライブしてですね、川越の方の著名な愛好家のところへ行ってきましたですね。すごい木がたくさんあったんです。国風とかいろんな大きな展示会たくさん出されてる方で、小さいものから大きいものまでいっぱい持っている方で、とても改良なものじゃないのがたくさんあったんですけど、その中でちょっと気に入ったのがあったので、これですね。これね、杉っぱの図書ではなくて、これはソナレなんですね。ああ、ソナレ。でこれも山鳥。もうその人の本人が撮った、その方はねもう自分で撮られる方なんで、山の撮った自然の木がたくさんあって、でもう何十年も作られてきてるんで、まあ自慢されるのがその彫刻の跡は一切ないよというのは、全部塗装だとか1位だとかすっごい木があったんですけど、これはいいな。なかなかねこういう商品でソナレの山鳥なんていうのはないんで、正面がね今こっちでそっちで作ってるんですね。だけど実は水水がこっちになってるっていうことがあるんで、まあ将来的にはこっちでなんとか作れないかな。まあシャリは面白いんですけどね。そうですね。こっちかなと思って。そう。で何がすごいかっていうと、水水これだけで生きてるんですよ。ここから上がっていって。これ1本で生きてるよっていう、これはだから全部がこの水水1本で生きてるっていう、というところも、まあ私としてはソナレ持ってないし山鳥でっていうことで、まあこれ欲しいと。なかなかね、いいですね。なかなかないですよね、これね。それとね、もう一個面白い木があって、これですね。これはね、雲龍ボケっていう。雲龍ボケ。で、昔なんか江戸時代に流行ったらしいんですけど、相当古い木だっていうことで。すごい値上がり。すごいですよね。だからこれはちょっと面白いんで、これ辺まあ切ってですね。これも切って、もうちょっとこう引っ張りたいなっていうのがあるんですけど、ちょっとやってみますか。はい。多分、赤松行く前に1本できそうな気がするんで、ちょっと避けときます。避けますか。赤松は次回と。次回ですか。まだそれもありますもんね。あ、そうですね。先そっち紹介して。あ、こっち紹介しましょうか。これは虫に食われたんで、まああげるよってあげるよって名前はねなんだか忘れちゃいました。白い幹がなんかね。知ってますなんだかわかんないですね。まあ面白い。虫に食われて。でもまあ大丈夫でしょうということと、それからねこれは面白い、これね犬ビワなんですって。ビワ。あ、これもちょっと作れますね。ちょっと針金かけてみましょうか。剪定して。以上が昨日の戦利品っていうんですか。戦利品、これ戦ってないんですけどね。ということで、じゃちょっとこれとこれをいたずらしてみましょうか。これもちょっと葉っぱ切りましょうかね。こんなのはもう切るだけなんで、こういうのはちょっと虫のやつは生きてるとこがあれば。枝がでもちょっと伸びるんですかね、これはね。これそうですね。どういう種類なのかよくわかんないんで、聞いた時はあーなんて言ってたんですけど。わかる方はコメントを。そうですね。お願いします。お願いしますね。こんな感じでとりあえず、はい。まあ面白いですね。幹がね、面白いんでなんか作っていけるんだろうな。そしたらねこれを、ただねこれ冬葉っぱが散ってからも。花が咲くって確か言ってましたね。で雲龍なんて本当はもっとこうぐねぐねできるはずなんですね、幹が。根もそうなんですけど、でこれが根がねこれだけ古いのに上がってないんですよ。上がってないっていうのは枯れてない、すごいだから生命力があるんでしょうね。自然にこうなるでしょうね。なるんでしょうね。すごいな。これちょっと余計な葉っぱは取っちゃいますね。はい、こういうのとか間違えてね切らないようにしないといけない。そう言うと切りそうですよね、もうね。そう言うとね、この間のね、昨日の欅面白かったですね。自分で言うのも変ですけど自分で吹きました、ブラってパソコンになんかそういうところ行って、買う時の基準みたいな。いやだからもう何しろ珍しいものばっかりで、山鳥のあんまり聞いたことないような木だとか、まああと雑木はねシャリとかって入れないんですけど、もうあまりにも古すぎてこうシャリが入ってるような雑木も結構あるんですよ。お店じゃないんですよ。お店じゃないですね。シャミ家の方でこれをちょっと差し金にしたいなと思って。長いですね。これだけでもうこれぐらいでね小さくなってくると、それでこれを少しこうパッて、なんか針金が入ってるんですか？あ、針金でね、針金で結んであるんですね。幹を。幹とだからちょっとこれ引っ張っていって。根なんでポキッと折れないと思いますけど、どうしてもね買ってくるとこういたずらしたくなっちゃうんですよね。そうですね。お、やばい、びっくりした。ここまで寄せました。はい。今ね、こうやるとねこれがまっすぐ下に降りるんで、ちょっと面白くないんで、やっぱちょっとこっちにするかですかね。はい。植え替えたくなりますね。なりたくなっちゃうんですね。で植え替えたらね鉢買うよって言われたんですけど。これは書籍さんの古い鉢で、鉢だけで15,000以上するって言われたんですけどだから買い取るよって言われたんだけど、なんかねそれもあれだったってことは、この木いくらするまあまあしました。こっちのこっちは盆栽ですけど、こっちの方が鉢は安いですね。これも結構いいお値段しそうですよね。ちょっとこちらのものとはちょっとまあ聞かないでおけますが、まあしましたね。まあしそうですよね。そうですね。なかなか面白いですよこれね。だからあとなんだっけ、もう一個これだけちょっと作ってみましょうかね。はい。1,500円しかねお金かけてないのにね。どれが死んだかよくわかんなくなっちゃったんで、ちょっと針金かけて。この枝がね上行っちゃってるんで、これだこれを下ろしたいんですね。とりあえず頭とこの枝は下げたいよって。特に芯とかじゃなさそう、じゃないですね。昨日のあれですね、広告はついてなかったんですね。今いなかった。いやなんかあんまりその後はあれですか、広告の Q さんの動画の CM つけてたじゃないですか。ああ、スポンサークレジット。スポンサークレジット。いや、応募がないんです。ないんですか。ああ、ぜひね。ウェブ広告とかよくね、楽天のやつ広告とか、Google の広告とか、雑誌の広告とか、あれよりよっぽど効果ありますけど。あるんですよね。あると思いますよね。意外と皆さん買わないんだなっていう。ちょっと安すぎるかなと思ってたぐらいになる。あのね、ぜひだって。1万何千人何回が見てるわけですもんね。そうですね。変な話、雑誌よりもそうですね。こんなことまた文句来る。でもそうですよね。普通に考えてコスパで言ったらだいぶいいですよね。いいと思いますね。不思議だな。はい、ちょっとここら辺が長いんでちょっと切りますね。切ってで頭を少し。まあ、ゆすらでいいと思うんで、この辺のやつは変な曲つけるやつ置きなんで。玉とかやっぱあるんですね。まあ一応ねこうした方が。葉っぱは後々同じ方向向くんですかね。どうですかね。少しはまあ上向くんでしょうけど、結構大きいんでねこれね。そうですよね。この鉢の大きさでこんだけ葉っぱ大きくなるってすごいですよね。すごいですよね。そう。ちょっとなんかでも大きいですね。これ何でしたっけ？犬びわ。犬びわ。ちょっといいかどうかわかんないけど葉っぱ切っちゃおうか少しね、なんかこうそれで芽出てくれる。あ、そうですね。じゃあこういう三角で切りましょうか。いいかどうかわかんないですよ。いいかどうかわかんないいいかどうかわかんないけど、ただ大きいから切るっていうだけですね。このそなれいいなね。だからまあ正直とちょっと無理したんですけど、無理してもよかったなって。まあでもそこで自分が買うかって言われたら買わないですよね。まあそうですね。なかなか、大体のその値段を想像して、想像してね。そうですね、買わないだろうな。ちょっとこの間邪魔っぽいですけど、とりあえずはこんな感じでちょっと育ててみたいと思います。もう終わりました。はい、これだとこれで終わりですね。いいですか。ちょっと寂しいですね。寂しいですね。もう一個ぐらいなんかいじれないですか。もう一個ぐらい。じゃさっきのなんだっけ、打ちそばですね。小さく作るのに剪定ではなくて、これ軸を結構抜きます。ちょっと今高いんで、こういうふうにですね、少しスッと抜けますんで。笹と一緒ですね。そうですね。あ、でね、笹もね、あれです、神藤さん持ち帰ったんですけど、屋久島スズキっていう。屋久島スズキって言って、ススキなんでちょっとカサカサしてるんですけど、あれもいただいてきまして、神藤さんが株分けして一応私もらうことになってます。はい。急によくわかんない。あ、これはね、それを抜くのは笹と一緒ですよね。そうですね、そうですね、一緒ですよね。そうで、これをね、購入したところで、これはいただいたんですよ。これとさっきのこれか、いただいて、で、実はこの辺にあるものなんかみんな持ってっていいよって言われて、で、神藤さんたくさんいただいた中に、屋久島スズキがあって、まあ、これもまたいつかお披露目したいと思います。結構いい感じの。きみこさんがもらったんですね。もらったんですね。なんでお披露目するんですか。まあ、でもね、できたらすごく良くなるよっていう、結構珍しい。ちょっとごめんなさい。きみこさんがその人からもらったんですよね。もらって、でもいつかお披露目するってことは、昼間さんが持ってる。株分けしようって話になって。株分け。そう。それが抜けてるからね。そう。いいなーっていうことで、結構大きかったんで、株分けして、はい、またいいやつを作ってお披露目しようと。これだから、こういうやつを抜いていくと縮まるよと。ちっちゃくなるよ。ちっちゃくなるというか、横から出るってことですよね。まあそうですよね。そうですね。上に伸びずに、そうですね。密度が増すという。はい。少し生やしたいんで、また当時のいい土を少し。はい、ということで、あれ、あとくれるんでしたっけ。これもな、これも折るだけですね。こういうね、入れるだけ。横倒すぐらいですね。こういうのは管抜きなんで、こういう短い距離じゃなくて遠い距離を幹の方のでかけないと効かないですね。管抜きだけど、残しとくってことですか。これはもう残さないと枝がそんなないんで、こういう管抜きの枝を針金かけるときは、できるだけ近い距離で一回ぐるっと巻いた方がいいですね。なんか取れそうだな、これ。ね、ポロッと取れたりして。そっちが取れてほしくないですよね。そうですね。枝分かれしてるから。枝分かれね。ちょっと危険ですね。こういうの癖づけなんで、隙間空いてでもいいです。はい。もしくは緩めの方がいいような。そうですね。緩めで。気がしますね。方向づけなんで。これは多分取っちゃうと思いますけど。これも多分こういうまっすぐの軸から多分出てこないんで、おそらく多分こういう懐から増えたように立て替えると思うんで、やがてはとりあえず適当に作っといていいと思います。こんな感じでとりあえず、はい、形をね、押さえてみたってことですね。はい、ということで、故意に終わりに持っていこうとしてますけど、買ってきたものをちょっといじってみたということでした。そうですね、しょうがないですね、やりたくなっちゃうんですもんね。本当はだってあれですね、赤松を今日やろうとしてて、その前にちょっと紹介しようと思ってたのがこの一本の動画だったと。そうなんですね。ということなんで、軽い気持ちで見ていただければ。まったり感でしたね。まったり感で、ということで、これをまた作ったらご紹介したいと思います。そうですね、それ見たいですね。以上です。ありがとうございました。